ちゃんが今つけてるかわいいヘアクリップを作りたいと思います。はい、こちらはですね、何で作ってるかというと、じゃーん、これダイソーさんのつまみ細工ちりめんということで、こちらの商品を使って作っていきたいと思うんですけど、つまみ細工って何って思うと思うんですけど、こんな感じでね、これつまんで作ります。この折り紙みたいにちょっと生地を折ってつまんで貼り付けていくっていう手法なんですけど、とってもね可愛くできますよ。こんな感じ。そしてそして、最近ね浴衣とか皆さん着ると思うんですけど、このちりめんという素材が浴衣にすごく合うので、はい、じゃーん、今回トヨちゃん新しい浴衣を買ったので、こちらの生地をちょっと使ってですね、こんな感じでお揃いチックな、はい、アクセサリーも作ることができましたよ。わー、あー、かわいいトヨちゃんはい、そしたらですね、この大きいサイズと小さいサイズがあるんですけど、今日はこちらの小さいサイズの黄色いちりめんを使って、トルちゃんのひまわりのヘアクリップを作りたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル、はい、そしたら作っていこうと思います。こんな感じで材料を用意しました。そしてこのね、ダイソーさんで買ってきたやつを開けると、こんな感じでつまみ方がね2種類書いてあります。はい、今回はこちらの丸つまみの作り方の方でやっていきたいと思います。じゃあまずこちらの黄色い方のちりめんをですね、11枚用意して、こちらのグリーンの方のちりめんを3枚用意します。その中で、この1枚以外、こちら、11枚と2枚、こちらをですね、全部花びらの、丸つまみにしていこうと思います。黄色いやつをピンセットで1枚つまんでね。はい。こんな感じです。じゃーん、まず四角を三角にします。はい、でこの輪になった方をピンセットでつまみます。そしてそして、この中心でピンセットでつまんでるんですけど、これをですねキュッと下に下ろします。そしたらまた三角形になります。はい、こうなった三角形をこうします。はい、こんな感じです。またこっちが輪になってます。はい、でこっち下がこんな感じで分かれてます。はい、これをですね、最終的にこっちとこっちに、はい、折り上げていくんですけど、その前にですね、じゃーん、こちら木工用ボンドの、はい、すぐ乾くやつ、速乾のやつで、はい、このうちの上ですね、ピンセットから上にボンドをつけます。こんな感じ。わー、そうじゃ見て、はい、こんな感じでボンドをつけたら、次こう折り上げていきます。また最終的に三角形にします。こんな感じになります。はい、花びらみたいになりましたね、これね。かわいい。それからそれから、トルテチャンネル。はい、そしたら手元カメラでやっていきます。はい、四角いちりめんを1枚取って、
ここを木工用ボンドギュッギュッと押してください。こんな感じ。はーい、花びらが黄色11枚とこちらのグリーン2枚できました。こんな感じ、かわいい。そしたらですね、次にどんどんこちらをですね、ちょっと切っていきますね。こんな感じで、ピンセットでつまんでもらって、はい。このね、はい。こうありますね。こちらのね。ここをちょっと、こういう感じで、ハサミを入れていきます。長さを、長さじゃないな。丈を切る感じです。こういう感じで。こうですね。ここ。よいしょ。こんな感じでーす。チャンネル登録！1枚残してたこちらのグリーンのちりめんを、まあ真ん中に置いてください。これを土台にしていきます。じゃあまず、黄色い、はい、切ったやつをですね、この後ろを向けてもらったらこんな感じなんですけど、ここに、ボンドをね、またバーっとつけていきます。こんな感じで。こういう感じですね。はい。このボンドをつけた方を下にまず一箇所決めて置いていきます。よいしょ。こんな感じですかね。はい。はい。こんな感じです。その横にですね、またこの作った花びらをボンドでつけて並べていきたいと思います。それからそれからトルテチャンネル。じゃーん、ここまで来ました。あと1個やっていきたいと思います。はーい、こんな感じで一緒です。こんな感じ。じゃーん、できました。かわいい。結構上手にできましたね。ここの2個が葉っぱっぽく見えるように色を変えました。そしたらボタン真ん中に縫い付けまーす。こんな感じでーす。あ、かわいいんじゃない？超かわいい。真ん中にボタン付けれましたー。ひまわり。めっちゃかわいい。はい、こんな感じですね。はい、そしたらこれのこの裏側にですね、丸く切ったフェルトを用意して木工用ボンドでペタッとくっつけちゃいたいと思います。はい、そしたら最後の仕上げなんですけど、こちらのピンをグルーガンでこんな感じでペチャッとつけていこうと思うんですけど、これが結構ツルツルしてるので、私はこのネイルのヤスリとか、ね、爪ヤスリみたいなんでいいんで、こんな感じでちょっと傷をつけて、デコボコに表面がなるようにしてからつけてます。そしたら、もうグルーガンが温まったみたいなので、こちらにつけていきます。こんな感じでーす。ちょっとはみ出ちゃったけど、こんな感じでーす。はい、着きましたー。わー、できたー。めっちゃかわいい。それからそれから、トルテチャンネル。はーい、トルちゃんにつけてもらいましたー。こんな感じー。めっちゃかわいい。ひまわりの髪飾りできましたー。はい、こんな感じで、はい、人間の場合こんなゴムとか、あと指輪とか、いろんなものにつけて楽しめますよ。中の
中心に使うものもいろんなものでアレンジできますので、皆さんも簡単なので作ってみてください。はい、この動画が楽しいと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ今からお外にレッツゴー。